さ、エンセン井上君からもさ、なんかそれで、ことづてでさ、連絡みたいな、間接的に連絡もらってさ、もらったりとかもしてさ、すごくエンセン君優しいんですよ。ね。で、やっぱ佐々木、ドラゴン初代のこと結構悪く言ってたじゃないですか。ね。俺とタイマー張って、ね。俺はやらしたかったんだけど、って言ってさ、ね。佐々木と、ね。敬語をやらしたかったけど、って言ってさ、ね。俺なんかエンセン君ともやる気だったって言ってんじゃからさ、ね。ほんと。ね、やっぱね、インターナショナルだから、そんな、あれ、うん。ケリー・スレイダーとかハワイに住んでるんじゃないですか。エンセン君もハワイでさ、ケリー・スレイダーとか他にもたくさんいるんだよね。ハワイね、セバスチャン・ジーツとかさ。まあ、ジーツはなんかエンセン君あんま仲良くなさそうだけど。はい、あ。うん。だからね、そう、エンセン君世界チャンピオンだからさ、そう、俺のインターナショナルな、その俺、バリのさ、プロサーファーを通じて、ケリーとか誘って、俺のこと誘ってくれたし、ケリー・スレイダーね。まあ、あいつが、ケリー・スレイダー俺のこと殺すとか言ったから、引退させるっていう動きをしてるけど、俺はね、今年ね。まあ、引退しろよって言ってんだよね。